俳優のためレシピブログを持つ人などの間で注目を集めています。いいですねこれね。これは夢広がりますね。お店持つのはねもちろんなかなか大変だし、持ったら持ったらね続けていくの大変だけど、ちょっとね、こういう期間限定で楽しめる。じゃあのちなみに調理師免許とかをね、はい、持ったあの社員の方も常駐してサポートしてくれるということで、まあ、その辺のね、うん、もちろん、ね、まあ、法律的な問題もありますから、そうです、ね、ただケアしてくれる。最後に横須賀経済新聞からのニュースです。横須賀の港を巡るクルーズ横須賀空港巡りが1周年を迎え、利用客が9万人を突破したことを記念してスペシャル企画サマーナイトクルーズを今日と明日の夜に運行します。横須賀軍港巡りはアメリカ海軍横須賀基地海上自衛隊基地を間近に見ながらイージス艦や南極観測船しらせなどを見ることができるユニークな内容が注目されている航路で、サマーナイトクルーズでは船内での弱塩層などが想定されています。このことが行われてですね、あのここに集まってて、はい、あのちょっとまあまあなんだ俺ぐらい40代50代とかのお客さんはだいたい家で軍艦作ってます。そうなんですか。まずあの来るやつに入ってる。ああ、確かに。あれに入ってると思うんだよな。キーコーヒーメトロポリタンカフェ。それではここでコーヒーブレイク。今日はですね、来週公開の笑い作松山ケンイチ主演カムイ外伝のペアチケットを3組6名様にプレゼントしています。カムイ、それではその主題歌聴いてください。クラシックをモチーフにした曲です。高楽部で笑い。Thank you.